トヨタセラ、セラ、セラは、トヨタ自動車が1990年に発売した 1500cc のサンドアクーペである。1987年、昭和62年に開催された第27回、東京モーターショーに出展された、アクスブ2の市販化モデルである。同社の小型車スターレット、P70 型をベースにしているが、その特徴は上半分ほぼすべてが、ガラスで締められていること。 グラスキャノピーグラストップと、それを実現するために採用されたガルーイングドア、より正確にはバタフライドアである。ガルーイングドアといえば、メルセデスベンツ 300SL やランボルギーニカウンタック。カウンタックはより正確にはヒンジアップドアに代表されるスーパーカーの1000倍特許であったが、一般レベルで、日本で初めて採用したのがこのセラである。 走行性能を求めるのではなく、あくまで雰囲気を楽しむというコンセプトの自動車であった。生産は、MR2、および、ラウム、MRS、BB、初代後期最終型のみなどの生産を行っていた、トヨタ系列のセントラル自動車、現、トヨタ自動車東日本が行っていた。同社はカルディナ、およびカリーナ、アレックスを含むカローラシリーズ。 カローラランクス、カローラアクシオなどの一般大衆車だけでなく、結果的に少量生産となったパブリカコンバチブルや、ミルシリーズ、ウィルシックス、ウィル VS、ウィルサイファなども生産していた。国内向けの生産台数は15,892台、海外向けは約1,000台前後となっている。そのほぼすべてが AT 車であり、5MT 車は非常に少なく、 中古市場にはほとんど出回ることがない。ガルイングといっても車両によって採用する理由が様々であるが、セラの場合は安価な小型量産車でこれを企画、設計、販売することにより、トヨタの企業イメージをアピールすることにあった。実際、この構造を可能にするために用いられた生産技術や構造は当時としてはハイレベルなものであった。 通常のハッチバックなどに用いられるガスストラットは季節によって作動の硬さに大きな差が出るが、これはダンパーに封入されたオイルの粘度が気温によって変化するためで、その結果、夏は柔らかく冬は硬くなってしまう場合が多い。しかしセラのドアでは通常のドアダンパーに加えて温度保証ダンパーをドア内部にもう一本組み込むことで温度に関係なく性能を発させることに成功し、 季節による変化を最小限に抑えている。また、ガルーィングドアはその見かけ上、乗降時には周辺に相当なスペースが必要なような感じを受けるが、セラーに採用されているガルーィングドアは、全開時でもミニバンクラスの高さより低く、横への振り出しも43センチメートルと通常のドアより狭いスペースでの開閉を可能としている。ただし、室内からの開閉には、 一般的なドアのようにノブを引いて横をしても開閉しにくく肘で斜め上に押し上げるなどのコツが必要となる。ガルーィングドアを採用した上にグラストップのため重心が少々高い。そのためロール角を減らす対策として特にリア周りのロールセンターが引き上げられている。足周りはベースとなった EP82 スターレットとほぼ同じく。 フロントがスタビライザー付きのマクファーソンストラット、リアがトレーリングアーム、ラテラルロットとなり、ショックアブソーバーやスプリングをはじめ、サスペンションマウントブッシュやスタビライザー、ラテラルロットなど、EP82 向けの社外品が流用可能である。ブレーキも EP82 と同様で、フロントは不動式、シングルピストンのベンチレーテッドディスク、リアはリーディングトレーリング式ドラムである。 なお、メーカーオプションとして4輪 ABS が装着可能であり、この時はリアがソリッドディスクとなる。ボディカラーは当初はメタリック系統のみであったが、マイナーチェンジで黒や赤といったソリッドカラーも追加された。他にも、そのマイナーチェンジでは濃いグレーのウレタン樹脂製だったリアスポイラーが形状の変更とともに、ボディ同色のガラス繊維強化プラスチック製となり、 ハイマウントストップランプも内蔵された。トランスミッション、トランスアクスルなども同様にベースのスターレットとほぼ同じものが使われているが、スターレットターボのものとは違い、むしろスターレットなのものが使用されるその他 C15X 系と違い、若干ローギアード化された変速比を持つ。スターレットターボに見られたオプションのビスカスカップリング、式 LSD は後期がタイム、 t 車のみ用意されていた。グラストップを採用しているため外からは丸見えで、その分だけ少々凝った形状の内装をしている。ダッシュボードの造形やメーター基板の文字や色は、運転席を主体としたデザインで、外から覗き込まれても見栄えの良いものとなっている。ドアを肘で押し上げる、際の凹み、ドアを閉める、際のグリップ部なども考えられた形状となっており、 ドア開閉時の利便性も良いと言える。前席には、セミバケット形状のシートを、後席は、完全セパレートのシートを採用しているが、大人が4人乗車する際には、少々窮屈である点は否めない。ほぼ同サイズの EF 型 CRX と同様に、ワンマイルシートと揶揄されることもある。また、後席も、前席と同様にガラスによって丸見えである。 マイナーチェンジ後には、後席は、L は機能付きの3点式、シートベルトに変更されている。オーディオには10スピーカー、回、R4 スピーカーセンター回、R4 ツイーター、サブウーファー DSP 機能を搭載した、AM、FM ーナー付き CD、カセットプレイヤーのスーパーライブサウンドシスムオプション、装備している。標準車両は4スピーカー AM。 FM チューナー付き CD プレイヤー、もしくは AM、FM チューナー付きカセットプレイヤー。またルームランプ兼用の空気清浄機がオプションで用意され、マイナーチェンジ後、1993年12月から1995年12月に実際に生産されたセラで、生産番号が16,324以降のものには、マイナーチェンジ前には装備されなかった。 集中ドアロックシステムが装備されている。エアコンはオートエアコンでグラスルーフによる室温変化の大きさを考慮して1.5リットルモデルよりも大型のものが搭載されている。マイナーチェンジ後は R134A、134R 装備車は500台ぐらい、エトエアコンガス及び機器の変更がなされている。エンジンは 1500cc の水冷直列4。 人 DOHC16 バルブ E5S5E、e、フェ型レーザーアルファ2で最高出力ネット車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定 110PS6400rpm 最大トルク1 3 5 k g m を発生するスターレット等に使用されるように e 型エンジンのロングストローク版で形式に H がつくことからもわかる通りロングストロークながら 公開転向出力型のエンジンであり、7600rpm からがレッドゾーンとなっている。フランス語でエトラであるの未来型から未来に向けて羽ばたく夢のある車との意を込めて命名。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。